どうも、もやもやです。こんにちは。さあ、今週はどちらでしょうか。はい、今週は坂戸駅です。やったー、来ましたね、坂戸駅、はい、見てくださいよ、書いてますね、あそこに坂戸よさこい花の町。よさこいと花の町なんでしょうね。いろいろありそうですけどね。どうなんだろうね。あっちなんか商店街っぽいのありましたよ。そうだね、ちょっと行ってみましょうか、はい、じゃあ行ってみて散策したいと思います。僕もね、あの坂戸はね、はい、よく来てたんですよ。あ、遊んでたの。あの、僕小学生の時に、うん、坂戸のシニアリーグの野球チーム入ってました。あらららら、はい、じゃあよく来てて。来てました。野球もしに来てた。野球もしに来てましたよ。じゃあそのゆかりの公園とかもあるのかな、はい、じゃあちょっと、わかんないですけど、はい、早速行ってみたいと思います。ゴー。駅中ですけど、マコさん、すごい広くなった昔に比べて。マコさん、いや すんなり行けないでしょ。見てくださいよ、ステンドグラスですよ。いや、これシール貼ってるだけだろ。おい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 、めちゃめちゃステンドグラスだ。そうでしょ。で、あっち側にもねあるんですけど、桜が咲いてんじゃん向こうは。やっぱ近くに桜のさ、いっぱい咲くところがあるからでしょうね。めちゃくちゃ綺麗になった駅は。昔はもうズタボロのとこだったんですか。昔はもうだから人がもう住めるようなとこじゃなかった。そんなとこじゃねえだろ。餃子の満州ありますからね。これはね、東武東上線によくあるの、満州は。よく見るよね。駅周辺でございますけども、まあ、蕎麦屋さんもありますから。 安くないですか、まあ、安っ。めっちゃ安いだって。あの駅必要とか、あの辺300円ですよ。ワンコインでセットあるミニカレーとか。あ、セットある。ありがたいね。個性的な名前だな。あ、サンロードね。サンロード懐かしい。あそこが商店街かな。この裏にね、はい、洋華堂あったんですよ。あ、洋華堂。でっかい洋華堂。もうないのかな、今。ないんじゃない。だって見えないじゃん。そんだけでかかったら。そこの洋華堂が、この人、この町の人たちの台所みたいな感じで。台所。絶対そこに買いに行くみたいな。はいはい。ここにあったんですよ、洋華堂が。ファミリーマートのとこ。あー、そうだ、思い出した。ここだ。なんですか。そこに洋華堂あったの。今何になってるの。プラザ？いろいろ入ってるやつね。なんて読むんかなこれ。でも結構新しいから、うん、あ、洋華堂結構ギリギリまであったんじゃない、はいはい、これ丸越ですね。じゃこれが新たな台所ってことでいいですか。新たな坂戸の台所。サンロードですよ。出た。サンロードって日本にいっぱいあるよね、はい、よくあるね、ねサンロードって。でも俺初めて知ったサンロードがここです。坂戸のサンロード。あ、初サン、うん、初サンロード、まあ、商店街っていうか、まあ、まあまあまあ商店街ですよ。商店街でしょ。やっぱサンロード2ぐらいだから。でもそのよさこいとかのさ、お祭りがあった時はすごい。いや、もうめちゃくちゃ来るでしょ。カバン屋さんとかがある。あ、シャレ。見て、ランドセル、あんな今、バーティーは。すっごいランドセル置いてる。今、我々の時みたいに黒と赤じゃないんですよ。もう色めっちゃあるんですよ。当時でもピンクとか持ってる女の子いたけど。だね、ちょっと変わり者みたいな感じだよね。そうでしょ。ピンクって。でも今、そういうんじゃないんで。あー、よさげな喫茶店。いいね。大体沖縄地区だ。大体ってなかなかないですよね。初めて見ましたね。ああ、そのちゃんと大体って書いてるの。さあ、商店街ここで終わりかな。ここまでですかね。
間眉デザインやらないこれ500円。え、なんすか10分間眉デザイン。あれなんかありますね。で、その前にうちわとかね。うちわ夏だからね、うん、半額にて販売中って書いてるよ。いいですよね。これ夏限定ですから、ね、そしてこちらですね、10分間眉デザイン500円。うわ気になるっしょ。話題になってるんですよ最近、はいはい、その男の人でも眉毛をその美容室だったりとかに行ってカットするっていうのが、はいはいはい、我々その美容業界の中では流行ってるわけですね。なんで我々って。その眉毛を今から眉カットで綺麗にしてもらいたいと思います。ちなみにもうすでに結構いいんじゃないでしょうかっていう話もありました。はい、自分で言ってるだけですけど。本当自然体ですよね。変わったかも。でもね、キリリってちょっとキリリとしたなりましたね。眉尻の、あ、本当だ。そうですよね。本当そこが一番気をつけてるんです。そうですか。はい、気をつけてらっしゃいます。プールとか行かないですよ。本当自然体の感じね。自然すぎて。そうですね。なんでしょう。いやそうですよ。いや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 。はい。そうですね。ちょっとつまんないかもしれない。そんなことないよ。でも男の人がね、ええ、いかにも描いてるっていうのは見え見えなのはあんまりかっこよくないね。そうですね。全体が一番無理しない。無理しない。これが一番無理してたとしても無理してるように外に見えない。そう。ね。そういうこと。そうですね。それがね、男。それが男。それが男です。完成っていうことで。完成しました。あ、じゃあちょっと美しいと思いますね。こういう風になりました。確かに。いいでしょう。キリリとなって。ちょっとした違い。そうですね。ちょっとだけしかね、着てないんですけど、だいぶ変わったんじゃないですか。キリリとして。僕的にはちょっと裕次郎みたいな感じになるかなと思ってます。濃い感じの眉毛。いやいや、そうしたかった。いやいやいや、そんなこれでいいんですよ。彼はもう頭は本当に目的昔の男前の感じになるかなと。そういう風になさりたいとしたら、はい、今できますよ。描けばお家に持ってらっしゃる。いやいやいや、これでいいです。これでもいいんですか。はい、大丈夫ですか。当たり前じゃないですか。あ、大丈夫ですか。迷惑かかっちゃうから。あ、そうですね。おちゃらけで来てないから本当にかっこよくなりたいと思って入ってるんです。あ、本当ですか。そうですね。それはそうでしょ、はい、ダメです。ありがとうございます。というわけで今週はここまで。ここまでです。ということでですね、うん、いや綺麗になりましたね眉毛。いいでしょこれ自然なね。あ、なんか眉毛からこう、うん、発信するっていうの。いや見た、聞いたことないよ。妹彩子さんとかさ。いやいや妹さんはこうゴッチャンさん、あそこから発信してるんだ。いや、細くなっちゃってるし。あれから発信してる。ずっとかっこいいだろみたいな顔してるからさ。あ、そう、はい、やっぱ心もね、うん、変わりますわ眉カットだけで。本当ですか、すごいところですね。おすすめです。これは本当に自信つきますから。藤谷さんでございます、そしてこの我々がいるね、はい、前、坂戸のゆるキャラ坂っちということで、ね、よさこいで持ってますからね、アイテムも ね、 ね、あります。これ駅前にありますんで ね、 ね、こちらぜひね記念撮影とか撮れるいいんじゃないですか。これ で、 いいでこの前でいいと思います。というわけで来週は2位と1位でございますので、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。それではいつもの行きましょ う、 行きましょう。そうだ埼 玉、 埼玉。はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。コメントもお願いします。